開幕直前スペシャル5秒クエスチョン。5秒クエスチョンとは、選手に質問をして5秒以内に答えていただき、より選手のことを知ってもらいたいという企画になっております。それではスタート。5秒クエスチョン。皆さんお待たせしました。この選手に来ていただきました。自己紹介お願いします。41番宮城海人です。はい、宮城海人選手に来ていただきました。この髪の毛はさ、こう明るくしたでしょ。はい、それはなんかこうあるの？中田英寿選手がワールドカップの前に金髪にして、世界で俺は羽ばたいていくんだ、はい、みんなにアピールするために俺はこの髪の色にしたみたいな感じだったけど、そんな感じ？あ、そんな感じですね。本当かよ。じゃあ、早速ですけど、はい、5秒クエスチョンの方始めていきたいと思います。それでは三宅海人選手の5秒クエスチョンスタート。なぜサッカーを始めた？兄の影響で始めました。プロになりたい、さあいつ？でもプロになれるって確信したのは高校2年生。プロになるための一番の努力？自分の武器を作る。鹿児島といえば？海が綺麗。三宅選手の試合前のルーティーンは？特になし。最近一番ハマっていることは？ネットフリックスでゴシップガールを見る。好きな音楽もしくはアーティストを教えてください。でも洋楽ばっかり聴いてます。ユナイテッドで一番の仲良しは誰？中村健人。これだけは誰にも負けないという武器は？ドリブル。今シーズンの個人の目標を教えてください。いっぱいゴールを取ること。三宅選手にとってサッカーとは？もう人生そのものです。それでは最後にファンサポーターの皆さん一言お願いします。昨シーズンはなかなか出れなくて、悔しい思いをしたので、今年はチームの力になれるように頑張ります。はい、ありがとうございます、はい。なかなか出てないイメージないけどね。あ、そうですか。多分インパクトが強いからかな、そのプレーに。あなた そのドリブルとかプレーに魅了されてる鹿児島のファンはたくさんいますから、引き続きそのプレーで、大人を魅了し、子供たちに夢をよろしくお願いします。頑張ります。はい、ということで三宅選手に来ていただきました。以上、5秒クエスチョンでした。ありがとうございました。自己紹介お願いします。はい、ウェズリー3番号です。ポジションはセンターバックです。すごいね。日本語なんでそんな上手なんですか？あ、もらきゃおいとわぬつ。一点二点です。ぶかましてね。いや、すごいね。だってさ、ニュードっていう選手がね、鹿児島に行ってもいましたけど、日本語を覚える気がありませんでしたから。唯一覚えた言葉が、ハゲさんでしたから。僕のこと、ハゲさん、ハゲさんって。僕のこと、なんて呼んでくれますか？ハゲさん。いいです。分かってらっしゃる。素晴らしいハゲさん。素晴らしいハゲさん。ありがとうございます。じゃあ、5秒クエスチョンの方、始めていきたいと思います。それでは、ウェズレー選手と5秒クエスチョン。スタート。なぜサッカーを始めた？プロになりたい、さあいつ？プロになるための一番の努力は何ですか？鹿児島といえば？インテリブ。ウェズレー選手の試合前のルーティーンは？ドラバシの球場ゲーム。最近一番ハマっていることは？ジョグバシテンシドミノバラリ。好きな音楽もしくはアーティストを教えてください。ハッショナイス、ネグダム。ユナイテッドで一番の仲良しは誰？フォゲチジュニア、カイヤさん。カイヤさん。これだけは誰にも負けないという自分の武器は？マーカソンフォーチ、ベロシダージ、ジャンプヘッド。今シーズンの個人の目標を教えてください。アヒダオカゴシーマスビー、セグネディビジョン。ウェズレー選手にとってサッカーとは？ポチボンファーブ、トゥドナミアビダ。それでは最後にファンサポーターの方々へメッセージをお願いします。Acredite no nosso trabalho, vamos lutar até o final e no fim todos nós vamos estar felizes porque vamos conseguir subir para a segunda divisão. はい、ありがとうございます。はい。さあ、ウェズレー選手来ていただきました。サッカーを始めたきっかけが父の影響って言ってましたけど。Meu pai foi jogador de futebol, mas não chegou a ser profissional e o sonho dele era que o filho dele também fosse. Graças a Deus, estou realizando o sonho dele. いい話。これからもっと頑張ります。すごいね。頑張ってください。頑張ります。はい、皆さん応援よろしくお願いします。ウェズレー選手です。以上、ウェズレー選手の5秒クエスチョンでした。ありがとうございました。ありがとうございます。今回こちらの選手に来ていただきました。自己紹介お願いします。はい、背番号6番田辺圭介です。はい、よろしくお願いします。鹿児島のサッカーにはこの人が欠かせないんじゃないかっていうぐらいの僕は思ってますけど、なべさん。それでは早速5秒クエスチョン始めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それでは5秒クエスチョンスタート。なぜサッカーを始めた？兄の影響です。みんな兄の影響だね、これ。
プロになりたいさ、いつ？小学生。プロになるための一番の努力。人に負けない強い気持ち。鹿児島といえば、いいとこ。田辺選手の試合前のルーティーンは、自律神経を整える。最近一番ハマっていることは、子育て。好きな音楽もしくはアーティストを教えてください。ヒップホップ。ユナイテッドで一番の仲良しは誰？特にいません。え、友達がいないとかじゃないの？やっぱ一生掴みたい。あ、じゃあ浅く広くっていう。あー、なるほど。これだけは誰にも負けないという武器は？内なる闘志。今シーズンの個人の目標を教えてください。怪我をせずに、たくさん試合に出る。田辺選手にとってサッカーとは？生活の一部。それでは最後にファンサポーターの皆さんへメッセージをお願いします。 J3 優勝、 J2 昇格に、貢献できるように頑張りますので、皆さんと一緒に戦いたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もういよいよ開幕ですから。そうですね、はい、以上、はい、田辺選手5秒クエスチョンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。